石綿花と池田ほのかの「g アップスプラウト」この番組はチャンネル銀河 MTV ネイルミュージアム他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル十で同時に生放送中です皆さんこんばんは,んばんはスプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト今夜はセントフォーススプラウトの石綿花と池田ほのかでお送りいたしますはい ね、なんとね、今日はすごいこと新しいことなんですよね。はい、そうなんです。今月からはイツコムチャンネル十でご覧の方は以前画面と違い枠がなく画面いっぱいにフルサイズで放送いたします。あ、いいですね。これねまたねより一層今日ね綺麗なお二人がさらに綺麗になるという形でね嬉しいでございますね。嬉しいんですけれども、ほのかちゃん、はい、番組初出演おめでとうございます。ありがとうございます。 よろしくお願いしますお願いします。はい、では早速ほのかちゃんのことをいっぱい知りたいので30秒 PR をお願いしてもよろしいでしょうかはいでは準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですはいでは行きますよはい30秒 PR スタート大妻女子大学池田ほのかです町中華で3代目転生しています 祖父の癌が,が発覚し、闘病生活を支えていく中で、自分よりもお店のことを心配する姿を見て、潰すわけにはいかない。絶対に私が守ってみせると決意しました。私は人がやってほしいことをやることに生きがいを感じます。今日は聞いてくださってる皆さんが楽しいな、聞いてよかったな、そんなふうに思える。 そんなふうに思えるお話をできるよう、心がけます。頑張ります。よろしくお願いいたします。お<ー>おー、すごい。ぴったり30秒。ぴった三十秒。しもしかして時間調整で負けた先、うんうん。そう、実は、テクニックがいい、ね。いいですね。いや、いろんなね、いいお話聞きました。三十分の中で。この間、気になることがまだ多すぎるので、うん、はい。はい、私がこれから十個の質問をしますので、はい、ほのかちゃんがテンポよく答えていただけると嬉しいです。はい では準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですはいでは質問スタートです出身地は埼玉県です趣味特技は趣味はその飯特技は湯切りです尊敬する人は尊敬する人は家族です好きなアーティストはキングヌー得意な早口言葉は生麦生米生卵私石綿花の第一印象は名前が花のだけあって花のように美しいまだ嬉しい <laughs> <laughs> 自分のことを一言で言うと即断即決好きな映画アニメはアニーです自分を野菜に例えるとパクチー将来の夢は自分の言葉で誰かの活力になる声をかけられるそんなアナウンサーです素敵でございますねます、まあ、ハキハキして聞きやすい、はい、もうね <laughs> 聞きやすいなんかねこれでね餃子一丁とか言われたら嬉しい、ねはい <laughs> <laughs> はいね、こう嬉しいでございます。なんかどうですか質問したいこと。いややっぱりあの特技湯切りだったりとかあのなんで湯切りが得意なんですかね。湯切りって別にあお風呂の湯を切るじゃないよ。ラーメンでしょもちろん。ラーメンの湯切りです。麺のね。麺のね。麺の湯切りです。麺を二つ両手に持って。 バシャーンとね、バシャンとね、バシャンと、バシャーンと。じゃあ、ちょっと、ね、素敵ですね。いっちゃいますか、あの、普段何をしてるか。いや、何が、普段何をしてるか。いきなり唐突ですね、普段何。いいですよ、何が言いたくて。言いたくて仕方ない。まあ、でも、それはマイプレゼンテーションであるからね。まあ、でも、さっきもあったようにね、あの、おじいちゃんの、お店を継いでというところもありますけど、僕にちょっと気になったのは。 石綿花さんの第一印象、花のように美しい、花のよう、どんな色の花です？やっぱブルーですか？やっぱり今日は葉っぱみたいな感じです。そうですね。やっぱりなんか元気なオーラがあるので、結構オレンジ色っぽい花かなと思いました。よく言われますはい。なるほどね。でもどうですか？でもね、花のように美しいったらね、それはもう池田さんも同じですよ。え、本当ですか？ね、そうですよね。どうですか？第一印象実はね。 ああいうのがね今回ここでが初めてないんですねじゃないんですよ以前からちょっと試合だったって時その時の逆に第一印象どうでしたかいやもう綺麗だなっていうのが第一印象ででそんな綺麗だなって思ってた子が普段はあの中華料理屋さんをやってるって聞いてどんなことしてるんだっていうギャがすごいよねなんかすごい ギャップもあるし、そのできないことを多分忙しいのに夢も追いかけながらやってるっていうところに本当尊敬をしています。いやいやいや、ありがとうございます。だもそうほぼね、あの月間休みなんですけども、五日間空けてるってことですから、それをやりながらね、いろんなこう今こういう活動もされててもうね大変だと思いますよ、本当にね。ありがとうございます。確かにね。あとなんかちょっと気になったのは。 尊敬する人家族って言ってましたけどちょっとねさっきおじいちゃんの話も出ましたけどどうですか尊敬する人というのは自分はやっぱり両親はもちろんなんですけれどもやっぱり祖父が本当に尊敬する人でもともと私がやっている中華料理屋さんは祖父が建てたお店で祖父がいなかったら今の私はいないかなと思うのでやっぱり祖父を尊敬していますね。なるほどねい ちゃんとね、あの昔小さい頃はね、はい、早く食べるんだって早く食べる食べる子だったんだって、はい、かそれを気遣って <laughs> おじいちゃんがいろいろ気遣ったりしながら工夫してね <laughs> そういうちゃんとゆっくりね<ー>食べるのに工夫したりとかやっぱおじいちゃんって優しいんだなっていう,うそのエピソードを聞くだけでもそうだなと。<laughs> <laughs> 心がもうお優しいおじいさま <laughs> <ー>ということが伝わってくるんでですすすけどです、ね、いやすごいですよ、うん、あとね、兄が好きだっていうことで、ねうん、兄ってさ劇あの、ね、映画ドラマっていうからさあれ映画っていう舞台の方があれかなと思ったんですけど、うん、どういう兄って映画にも確かかなってるんですかね映画の兄をもう何度も見て、うん、それを見すぎていたせいで両親に劇団式の兄に何とか連れてってもらえて。 一時期はあのアニーのアフロの髪の毛をつけて舞台に出たいと思い <laughs> そうなんですよ思い両親をカラオケに連れて行き、うんうん、ずっとそのアニーのトゥモローを練習していましたトゥモローだよねアニーといえばね <laughs> まあ逆に言ったトゥモロー以外知らないんだよ確かに、ね、トゥモロー以外 <laughs> ーね確かに えじゃああれですかあの普段からちょっとパーマ当てたりとかこうそれしてないですか？普段はしてないです。赤い服をなんか着てたりとか、それもやってなかったんですけれども。そうなんだねいやでもすごいですね。でもやっぱ気になったのが野菜を自分に食べるとパクチーって言ってたんですけど。 パクチーはどうしてなんですか、ねね、パクチーってやっぱりなんかその食材に一つ入っているだけでうん、うん、あパクチーいるじゃんって思うじゃないですか,か私も結構学校で結構うるさいタイプなのでそうなの友達にあっ、うん、あ,あそこにほのかいるって結構すぐに気付いてもらえるんですへ<ー>から。 そんな存在なのでパクチーかなと思ってあらパクチーにしましたじゃムードメーカーなんですね学校ではそうですね結構<ー><ー>なんかそれこそクールビューティーなのでクー,ーークールビューティーが今そういうこと <laughs> <で>クールビューティー同士なんで <laughs>、はい <laughs> ええ、すごいですね。でも、なんか、ね、パクチーとか、癖があるのかなとか、そういうことじゃなくて、ね。菅原、うん、<laughs> じゃなくて、やっぱ、りそうやって、やっぱ、印象に残るね。やっぱ、ムードメーカーだよね、うん。え、ほのかちゃん自身はパクチー好きなんですか。パクチー大好きですあ。大好きだ。いいですね。ええー、パクチーもね、いいしね。実はね、僕言うとね。先日なんですけどね。そうなんですよ。あの、さ、本当先、先日、昨日ですけど。はい、あの。 トントンに先ほどのお店のね池田さんがやってるお店のほうに行ってねあのお食事してきたんですけども、はい、すごいですよ朝のね10時16分の電車に降りて、はい、松平に降りてね行ってロータリーちょっと行くとね坂上がったとこすぐにやるんですけどもそ,そこでねあの食べ物いっぱい食べてね <laughs> 何食べたんですそこのねまずね「まね満腹セット」っていうねうん、うん、肉丼とミニワンタンスープがついてるんですねお,、えー、もおいしそう。 また後はちょっと後にもしかしたら紹介するかもしれないけどあの純レバというねこれはまあ,あの美味しいものがあります、ね、気になりますすごかったですでもうほにね皆さんお客さんぎゅうぎゅう詰めで僕はねなんとかねあの普通に入れたんでやっと入ったんですけどうん、うん、もうその後の人はね後ろで待っててだから僕がね出る頃にはねあの椅子外の椅子でね待ってましたよ何人か。 じゃ、毎日、もう、賑わってるんです。結構賑わわせていただいてます。またね、そこでね、あのね、池田さんの声がね、綺麗だからね。響くのよ、また。あの、入って、心臓が。満腹セット一つみたいな。あ入るんですよ。たまらないですね、それはもう。餃子一つって、餃子、あのお時間かかるけど、いいですか、みたいな感じでね、こうね。ちょっとね、やっぱ餃子ってほらね、あれ、だからね、ちょっとかかる感じ。そうですよね。お水。あったりとか。 あるのでねそういったねこともあってねすごいね美味しくいただきましたありがとうございましたというわけでねちょっとねお聞きしたいのはなんと石渡さんはあれですよね来週なんかイベント出られるんですよねそうですねイベントに何のイベントですかそうですね母校の母校のあの中大ミスコンあ中央ミスコンの中央大学のはい 大学ミスコンに昨年度あの出場していたんですね。で今年のミスコンの司会をやらせていただくということで。すごい司会ってなかなかできないいや本当にありがとうございます。やっぱ GP だからできるんですかね。GP だから司会ですか。GP そうですね。GP だからできると嬉しいことだと思うんですけど、ちょっと頑張ります。11月11日にあるので YouTube でも。 ね、は生配信すると思うのでぜひ今年のファイナリストたちを皆さんも応援してあげてください。お願いしますいや,、ね、いやでもね 2>,、はい、2人はね実はそのちょっとね仲良しだっていうねちょっとラーメンを食べた仲だというね実はここに会、ね、う前からね以前からということでねですよ。もともとは今年かな、うん、今年 であって、今年出会って、あのラーメンを食べたって今、もし辛いラーメンを食べた記憶があるんですけど辛いラーメン食べた記憶。なんかラーメンなんて食べないから久しぶりに食べた美味しいって言ってて、びっくりしました。そうですね。中華料理屋からしたら、久しぶりにラーメン食べのかってなりますよね。確かにね。作ってる側からしたらね。 で、あとはね、ちょっとね、聞きたいところで言うと、あの。はい、また石渡さんの話じゃ。はい。なんか、先週の前回の放送で。なんか、おばあちゃんに何か言われたって、なんか、お聞きしたんです。何言われたんですか、おばあちゃんに。はい。あの、前回、あの、クールビューティーだねって言われることがあるんです。って私、あの、番組内で言ったんですね。そうですね。あの、まあ、その放送前から、僕もクールビューティーかなり言ったからね。はい。あの、まあ、言ったんですけど、あの、家に帰ってから、あの、は。 あ、祖母と二世帯住宅なんですけど、うん、あなた自分でクールビューティーって言っちゃうのねって,っておばあちゃんの物語なんですけど <laughs> の、ね、天の声も困ってたわよ <laughs> 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 確かに考えてみれば <laughs> うう本当に困ったんだよあの時、ね、<laughs> 自分でクールビューティーって言っちゃったと思ってさ <laughs> <laughs> いや本当にあれもノッポさんがさ喋った時のさできるからノッポさんが喋った時状況みい本当にあれ天狗が出ちゃいますねちょっと良くないですね鼻をてきます本当に天狗ではないですやっぱこんだけに言われてるとね。 ファンの方からね、言っていただけることがすごく多くて。もう無意識に、あ、クールビューティーかとか思って、クールビューティーって言っちゃったんですけど。クールです。クールに見られるっていうことで。中身はホットですか。ね中身はホット、心は熱く生きてます。というわけでね、今夜の選曲はどうですか、石原さん、何ですか。はい。あの、今夜の選曲は、ご飯が進む曲をテーマに私たちが。選曲しました。で、マイプレゼンテーションは。 私の好きな町中華をテーマにリスナーの皆さんにプレゼンしますさらにサイコロトークや漢字クイズと盛りだくさんな内容となっております今夜もイつコムスタジオタマペラーザからお届けしますそれではオープニングナンバーキノコ帝国でクロノスタジスをお聞きください お届けした曲は私石綿花が選曲しましたキノコ帝国で「クロノスタシス」でした今夜も始まりました、G、アップスプスラウト毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指してさまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティーあふれる番組ですファッションフード朗読劇カルチャーなどを紹介 週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンしますこの番組はラジオは FM サルース、FM 品川テレビはいつこむチャンネル10で生放送 YouTube ライブ、JCBA、インターネット、サイマルラジオでもリアルタイムで配信中ですまたスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。今月からメッセージの宛先が変わります。E メールは、失礼しました、msg.gap.info、msg.mac.gap.info、fo, または、X にポストされている g アップスプラウトの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらに、リアルタイムでコメントしたい場合は、 X でハッシュタグハッシュタグ G アップスプラウトをつけてボストをお願いしますここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいておりますありがとうございます,いますでは早速いきましょうかねお願、はいしますではほのかちゃんに世界の皆さんからメッセージが多く届いていますので <laughs> すい,のい,いくつか紹介させていただきます、うん、ラジオネームイエファンさん ありがとうございます韓国でも応援します頑張ってください嬉しいね先ほどもね韓国の方からメッセージみたいないただいてますからねぜひねいんな方聞いてくれてるかもしれないですねカムサハムニダ。ありがとうということですじゃあ続いてのラジオネームタイにお住まいのピラットさんありがとうございますではちょっと英語で届いているので英語で読ませていただきます Good luck and look forward to visiting your restaurant in the future from Thailand どういうことですかこれはいはい。頑張ってください今後あなたのレストランを訪れることを楽しみにしていますとのことですいいですね嬉しいですねはい。日本国外からもそうですね訪れたい中華料理屋ということでそうですねあともう一人の方が来てんですよねはい ラジオネーム台湾のファンさん、ありがとうございます。台湾に遊びに来たくなりますか。台湾にも美味しいものがたくさんありますよ。とのことです。台湾行きたいです。私、小籠包が食べたいです。私も大好きです。では、続いてメッセージはほのかちゃん、お願いします。はい。ラジオネーム N カツ T さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はなちゃんに質問が来ています。はい。 石渡さんご無沙汰しておりますご無沙汰していますなんでそんなにいつも明るいのですか <laughs> 元気になれる秘訣を教えてください <laughs> はい。ね、やっぱりたっぷり寝ることと食事をとることとあとはメリハリですね私家にいるときは もうなめくじのように、這いつくばって、あのベッドで、生活しているので。やっぱそういうオンのフの時間を作ることで、元気になれるんじゃないかなと思います。<laughs> なるほどね、あとおばあちゃんのね。おばあちゃんの、ね。見 <laughs> 守ってくれる力とね。はい、見守ってくれるおばあさまの力できてます。はい。み、はい、<laughs> ちゃん。はい、次のメッセージをお願いします。はい。今度は、日本の皆さんから、ほのかちゃんにメッセージが。 来ています。嬉しいです。でもちょっと時間の都合上、お二人をご紹介させていただきます。ラジオネームロージーさん、ありがとうございます。テレビでトントンとほのかさんを知り、おじいさまの思いのほのかさんに感銘を受け、縁があって近くで工事現場管理をしていたこともあり、トントンに通うようになりました。嬉しいです。しかしもうすぐ工事が終わり、次は遠い現場に。 でも離れてもトントン食べに行きますちなみにほのかさんの出身地埼玉県人ですトントンもほのかさんもずっと応援しています嬉しいねあったかいですねはい。では続いてラジオネーム堀内さんありがとうございますありがとうございますトントンに行くことを月一の楽しみにしています ほののか店長料理をを食べてて影響養っいますん当に嬉しいですねこういったんか普段聞けない言葉をお客様からこういった形で聞けるのはすごく嬉しいなって思いますまあね本当にたくさんのメッセージにいた頂いたんですけどもごめんなさいちょっと2人だけという形になってしまって時間の都合上ね申し訳ないですでもちゃんとね池田さんに渡しますんでメッセージはねあとでねゆっくり見てくださいありがとうございますじゃ続いていきましょうか ラジオネームヒーローロトさん、はい、ありがとうございます,います石渡さん初の進行役おめでとうございますありがとうございます先日行われた中央大学のファンミーティングを見に行きましたが、はい、石渡さんの司会はとても上手でしたしい,で <laughs> いよいよ来週開催される中央大学のミスコン出場者だけでなく石渡さんの司会にも注目しています 来週中央大学の息子を見に行きます。嬉しいああ、嬉しいですね。まず来てくださることがもう本当に嬉しいです。うん、ありがとうございます。いいね、ちゃんと司会務められるように頑張ります。頑張ってね。はい、<laughs> はい、では最後ですね、はい。はい、最後です。はい、ラジオネームグレコの息子さんありがとうございます。花ちゃん、ほのかちゃん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。 ほのかちゃんは韓国の SNS 上でアイドルグループのニュージーンズのの民ジさんに似ていると話題ですね。 花ちゃんもヘリンさんに似ていますよね <laughs> ニュージーンズも憧れの人でもありますがお二人は憧れの人に会えたことはありますかとの質問、ね、なるほどねじゃあちょっと話整理しようか、はい、まずその <laughs> そ、ね、えっと韓国で <laughs>、はい、えっと池田さんがね小野、はい、さんがなん,なんとね今バズってるということでちょっとプチバズってるということでねそれがニュージーンズの 認知に似ているっていうことでね、確かに似てるね、似てるよね。似ています。ね、でもね、今回ね、さ先ほどもありましたね、韓国で見てる皆さんね、もう隣にはヘリもいますよ。ヘリです。何かお金だけヘリです。ということでね、今日は二人ねあれですけども、なんか憧れの人ということでどうですか、憧れの人会え会えたとかすることありますか？あります。ほのかちゃんありますか？私は内村さんとサマーズさんに会えたことすごい。すご 実はお店に来てくださって、うんえーう、すごい、すごい、うん、村さんは一滴をずっと小さい頃から見ていたので。うんうん、やっぱりお会いできて、お話できたのはすごく嬉しい。そうですね、サマーズさんたちは、えーうん、えっと。 あのずっとモヤモヤ様まずそう見ていたので真ん中に立たせていただいて写真を撮らせていただいたんです。ああなるほどね。もっとスプラウトの方が今やってますからね。はい。田中さんがね。そうですよね。田中倍美さんが田中倍先生がねやってますからね。はい。どうですか憧れの人。 さんはそうですね、うん、私は、えっと、今年「メーテレ」のアナウンサーになられた緒方、うん、ンナさんという方が、うん、本当に憧れなんですけどミスコンの先輩でもあって、うん、そう同じ大学だこん,、ね、んです もうカリスマ的存在のアンナさんだったんですけど、<laughs> あそうなんだそれ意外、はい、意外だよなんか知ってる人としてはでもこの前東京にいらっしゃった時に久々にお会いすることができて、はい、あの一緒に美味しいパンプキン、はい。 たると食べに行きました。いい信仰も温めたということですね。はい。もうあれ嬉しかったです。いやいいですね。そうやってね、やっぱ先輩後輩でこう会えるっていうのは嬉しいね。そうですね。はい。いですね。憧れの人に会えたと。憧れの人に会えてました。嬉しいですなはい。はい。ありがとう。はい。ありがとうございます。はい。では皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではそれでは早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。 今夜はリスナーさんのニラニラさんが作った早口言葉ですちょっと緊張するんですけどはいほのかちゃんは早口言葉得意ですかいや苦手意識はないんですけれどもちょっと言い訳してもいいですか、はい、下唇に二つ口内炎ができてしまっているんです<ら> <laughs> なるほどね<ー>頑張りますそ,、ね、それを逆にね <laughs>、はい、あのプレッシャーに跳ね羽の,かのけてやっていければいいですね、はい、です頑張ります、はい じゃあ今夜も頑張って一緒に成功させていきましょうはいどうぞはい、元気いっぱいでしたねはい。では早速早口言葉言ってもらっていいですかはいじゃあ今週の早口言葉はこちらですはい。肉にらいためレバにらいためどのにらいためですねなるほどねやっぱねかけてるのかないろんなものにねこれ難しいと思いますけども頑張っていきましょうかはい頑張っていきましょう頑張ります うん、ではまずは私からいきますからほのかちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。頑張ります。ではミュージックスタート。いやねこれは、ね、始まりましたね始まりましたからね緊張するでしょう。緊張緊張しますねまずはねるかな番組の先輩の、はい、<laughs> ね番組先輩である。<laughs>

さすがだね肉にらレバニラはよくい言ってるじゃないですかどのニラ炒めは言ってないだろうねちょっとなっちゃいましたねなっちゃったけどでもよかったんじゃないですかとてもね難しかったですね前向きでよかったですよね言い切るってことは大事しましたね言い切ることは大事ですではほのかちゃんここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよねはい はい皆さんにお知らせです、はい、私たちに言ってほしい早口言葉を募集します詳しくは G アップスプラウトのポストをチェックしてくださいね採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製の G をプレゼントしますふるってご参加くださいお,お参加くださいねはいお待ちしておりますじゃあこの今の早口言葉でウォーミングアップできたのでこのままマイプレゼンテーションに行きましょうはい では今夜のマイプレゼンテーションは私の好きな町中華。<laughs> 今夜はほのかさんが出演ということでやっぱりこれしかないでしょうということで私たちの好きな町中華をリスナーの皆さんにプレゼンします。お、もうそうでしょうね。これしかないですよ。<laughs> <laughs> じゃあもうさっきから少し話題が出ているので皆さんも聞きたいと思うのでほのかかちゃんからプレゼンお願いいしますはいはい、私池田ほのかが好きな町中華はこちら中華トントンですはいこちらのお店千葉県松飛駅から徒歩3分ほどのところにあるんですけれどもお店を開けてみるといらっしゃいませ そこに立っているのは、私、池田ほのかなんです。お、すごい。ありがとうございます。はい。すごいですね。ありがとうございます。僕、実際、昨日行ってますから、まさに、それですした。そうなんですよね。ぱ、パイソンさんって言われました。けどパイソン。もうテレビびっくりで、二時間かけて来てくださ。っ二時間。はい。まあ、家からね。はい、ちょっと時間かかったんですけども。はい。ありがとうございます。いや、でもね、ジョンポントンの話をぜひしてください。はい。こちらのお店のおすすめポイントは。はい。 えっとまずデカ盛りメニューです。はい、あ、デカ盛りね。はい、すごいよね。皆さん中華料理屋でステーキなんて食べたことありますか？ あんまりないですね。ステーキははい。このお店チャーハンの上にステーキが一ポンド乗っているんです。一ポンドはい。ポンドですよ。もうチャーハンが覆いかぶさってて見えなくなっているんです。ああなるほどね。なるほど。そうなんだね。い。や実はね僕はちょっと頼まなかったんですけど、まあね周りの方いっぱい頼んでて、そうなんです見てたんですけど本当にチャーハンのお米が見えないお肉でびっくりするの。 そう本当にびっくりするよ。はい。おこれみんな食べるんだみたいな。ありがたいです。じゃもう結構ボリューミーな感じなんですね。そうですね。うん。大盛りでやっぱり近くにお相撲部屋もあることからお相撲さんも来てくださるんです。そうなんですね。でおじいちゃんの頃から人気なのはレバー系で昨日パイソンさんも食べてくださった純レバーが。 すごくおすすめです純レバレバーですね今実はですねいつこもチャンネル1をご覧の方もしかしたらねこちらの方見れるかもしれないんですけども純レバーが今映っております私が昨日食べたですね実は私ごめんなさいどうぞ私もレバーは食べられなかったんですけれどもこのお店のレバーは別格で臭みが全くなくて食べられるですそれは私も食べたいぜひ来てください本当にねやっぱね鉄分をねこれ吸収もできますし美味しかったのが生のネギが乗っかってるじゃないですかそうなんです絶対 でこれねあの七味がねちょっとねあのオプションでね、はい、オプションとかその、まあ、あのついてきて、はい、かけてね食べたりとかしてね、はい、でまた、ね、焼き鳥と違うのよレバーが。うん、そうでこの店はねなんか噂で聞いたところによると1日5キロレバーをね あの捌いてるからレバーがやっぱね、レバニラ炒めもありますし、レバーの料理もありますからね。そういう意味では5キロやってる美味しいですよ。すごい。そうなんです。ありがとうございます。皆さんぜひ中華トントンにいらしてください。はい。ぜひ行きましょう。はい。ありがとうございます。待ってます。はい。というわけでじゃあ次ははいねじゃあ花さんから行きますか。プレゼンショション行きましょう。はい。 では、私石綿花の好きな町中華はこちら明細館本場の麻婆豆腐定食。はいあの、この明細館は片谷にある町中華なんですけれども店主の方が本当に中国人の方なんですね。はいはい でこのなんでこの本場の麻婆豆腐定食を選んだかというと、うんはい、山椒がたっぷり効いている麻婆豆腐なんですね。私昔から麻婆豆腐はもう大好きなんですけど、こうしびれの効いた感じのものを食べたことがなくて、うん、このもうなんだろうあの胡、ー、椒じゃなくて山椒ね山椒とキ、ね、<laughs> リリと効いた。はい 唐辛子の辛さもあって、もうすっごい汗出るんですけど、そこでこの定食なんでついてくる卵スープがその辛さのこう優しさを。 こう引き立ててくれるというか、<ー>箸休みにもぴったりっていうので、まろ,でね、まろやかになるんですね。いいねなのでぜひ皆さんもこの三章たっぷり聞いた麻婆豆腐定食食べに行ってみてください。うん、ああいいですね。いい麻婆豆腐はねお店にいろんなね特徴があるからね。そうなんですよ。これね麻婆豆腐だけ食べ歩くだけでも美味しいよね。そうなんです。 いやいいですね。あじゃ明細館ですね。本場の麻婆豆腐定食ということでございます。本当に美味しくて大好きです。いや僕もねちょっと町中華というねこういうちょっと邪道かもしれないけどたまに中華屋さんでさカレーとかさチキンライスあるじゃん。ありますね。ああいうのもさ美味しいよね。あの町中華のさ中華のカレーとさチキンライスもうたまんないよねあご飯ものね。 ちなみにねトントンこ先ほど昨日行きました、はい、トントンねすごいチャーハンがすごい出てましたけど、はい、どうですかやっぱチャーハンすすごい出ますかやっぱりいやチャーハンの注文がすごくて、はいはい、やはり YouTube で取り上げていただいたことがあってそれの影響力がすごくて。うん チャーハンばっかり出ます、ねで。あ出ますか。いやすごい。ういうもう厨房もね四人ぐらいもう引き締めしあってね。もう朝十時からですよ、ね。<laughs> もうすごい忙しいね。<laughs> もうなんかお昼の一番忙しい時みたいにこ,こからも十時からスタートしてるんで。んでまあに一番まあ僕おすすめですけど行くならね、はい、あのあの開店スタートぐらいがね。 行くのがすぐ入れていいかなと思いました。ちょっと。でも今コメントにも、トントンのカレー美味しいです。本当に。あ、トントンのカレー美味しいですね。じゃ、今度じゃ、今度は純レバとカレー食べに。そうですね。でも私はやっぱりステーキがもう大盛りの。チャーハン食べにいきます。ねお腹空いてきましたね。こうやって。お腹空いてきたんですけど。はい、私たちの好きな町中華のプレゼンはいかがでしたでしょうか。 ぜひリスナーの皆さんも私たちに好きな町中華を YouTube のコメント欄や X で「ハッシュタグ g アッ p スプロート」をつけて教えてもらえたら嬉しいです。 それでは、ノエル・ギャラガーズハイフライング・バーズで「カウンシル・スカイズ」をお聴きください。 お届けした曲はノエル・ギャラガーズハイフライング・バーズで「カウンシルンズ・スカイズ」でしたサイコロトーク 兼備を目指す私たちアナウンサーにとってこの先紆余曲折予定調和だなんてあることはないはずもないのですサイコロに運命を任せ出たお題をテーマにトークしていきましょうではほのかちゃん今夜のお題を紹介してくださいはい食欲の話食い花今だからごめんなさいごめ花初恋の話恋花感謝を伝えたい人の話伝ナ 私はまるまるの達人タ花、そしてあたりはあたりは私たちのサイン入りツーショットチェキをチェキですねチェキをリスナーさんにプレゼントしますそれではほのかちゃんのサイコロをお願いしますはい、いきますおー何が出るかなはいこれ初恋の話あ<ー>あなんだろう初恋の話 <laughs> あと出ちゃいました<私>はい 私の初恋は幼稚園の頃なんですけれども、うん、バスが一緒だった1つ年上の男の男子でです。<ら>そうなんです<た>実はすごく優しくて大好きだったんですけれども私があまりにも活発な性格,性格だったので、うん、虫をちょっと集めて。 ポケットに出てたね、だいだいぶすごいですね、万博のね、虫を。その彼に自慢げに見せたんです。なるほどね、すごい。どうこんな虫あるよなんて、紹介したらドン引きされてしまいました。苦しい、苦い、初恋でした。なるほどね、すごいね。やっぱね、虫がり好きな子だったらよかったね。そうなんですよね。 わあすごいなてってね。<laughs> 言ってくれる方だったら良かったんですけど。ね。なるほどね。いやいい初恋なんですよ。苦虫を潰したような。初恋のね思い出ということで。はい。いやいいですね。初恋の思い出聞きました。ありがとうございます。<laughs> じゃあ続いてですかね。続いていきますか。ひなたさんの最高で行きますよ。はいはい、どうお願いします。お何が出るかな。お出ました。当たり。 おめでとうございます。当たりが出ましたので、こちらですね、サイン入りチェキク、二人の三エディ企業ですね、プレゼントいたします。おですね、ポストでこちら X ので、ポストでこちらの方告知させていただきますので、そちらの方確認の方お願いいたします。お願いいたします。石渡さん、じゃ当たりが出ました。こちら好きな話を言っていただいて大丈夫ですよ。好きな話。はい。そうですね。じゃ食欲の話で、食いバナで行きたいと思います。お願いします。はい。 私食べることがもう本当に大好きなんですけれどもをしてしてまうんですね、うん、なのでそれこそ駅から降りて家から帰るまでの帰り道にあのなんだろうコンビニでスイーツとか <laughs> あ<ー>あの買ってしまうんですけどどうしても唐揚げくんだけはやめられないっていうのがあって。<laughs> 唐揚げくんのレッドで唐、うん、揚げくんってあの多分毎年品種改良されていて、うん、あのジューシーシさが増してくんんでですすよよ毎年、えー、そうな私が小学生の頃食べてた唐揚げくんはちょっとだけこう、うん、ささみっぽいというか、うん、ささみの唐揚げみたいな感じだったんですけど、うんうん、もう年々ジューシーさ増してきちゃっていて。いいですね はい、はい、<laughs> も,うもう食欲が止まらないっていうからあげくんが好きっていうお話でしたな,なるほどねいいですね食欲でもね好きなものがあるっていうのはいいことですよ、はい、定義的に食べてね、はい、だからあのほら鶏肉とか少し罪悪感ないじゃないですか、うん、そうなんですよ、はい、しかもからあげくんって、うん、あの糖質が低いんですよあそうなの<ー>そうなんですよだからの こう私最近になってあの体重のこと気にするようになったんですけど <laughs> お恥ずかしいお恥ずかしいんですけどはい、はい、でそれ以降もなんか結構罪悪感なく食べられるっていうことで唐、うん、揚げくんを完食で食べちゃうんですけど、うん、結局毎日食べてるから意味ないよねっていうお話でした <laughs> なるほどねありがとうございます, <laughs> いますおばあちゃんどう思ってるかなおばあちゃんどう思ってる <laughs> <laughs> はいいいですよはい <laughs> では。 そんな感じだったんですけれども、うん、あのこのサイコロトークでほのかちゃんと私の。新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。うん、ではほのかちゃん、曲紹介をお願いします。はい。ドリームスカムトゥルーで、あなたにサラダをお聞きください。 私池田ほのかが選曲しました「ドリームズ・カム・トゥルー」で「あなたにサラダ」でした。 漢字クイズアナウンサーのスキルアップのため漢字に詳しくないといけませんそこで今夜は石渡さん池田さんに馴染みのあるかある漢字について早押し3択クイズを 一問出題いたします。はい、はい、正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきますよ。<laughs> はい、それでは石渡さん池田さん <laughs> 準備はよろしいですか？はい。はい。今夜のマイプレゼンテーションは私のち好きな町中華をプレゼンしましたよね。はい。はい、やっぱえっ、ー、と中華と日本を融合させたぶ食文化といえば中華丼。 麻婆ボなどのどんぶりものじゃないでしょうかね。はい。ね、さてこのどこの,どんの字どんぶりのどんの字ですね。はい、漢字は、えー、実は日本由来の当て字なんです。へ<ー>はい。なぜ当て字になったかを今から三つ言いますので、うん、正しいものを一つ当てましょう。クイズでございますよ。はい、なぜどんぶりのになったかということですね。うん、漢字が一番擬音でつけた。二番季語でつけた。 三番外来語でつけた、一番擬音語でつけた、二番季語でつけた。三、えー、番外来語でつけたでございます。どうでしょうか。<お>はい、いいですよ。一、えー、番二番三番どれでしょう。はい、もう考えてる暇ないですよ。<laughs> あ来たはい、来ましたよ。<laughs> はなさん、どうぞ。私は一番で、一番擬音語でつけた。はい。えー、正解でございます。<laughs> はい、どんぶりの誕生はですね <laughs>、はい、江戸初期に遡ります一杯飯のどんぶりを切り盛りする飲食店があったんですね一杯飯とは鉢にですねお,お米を入れてその中におかずをのせると <laughs>、はい、いうことで、えー、そこをですね、まあ、ケチだからけんどん屋ということでですね倹約家という意味なんですね <laughs> でそれでけんどんどんぶり鉢と。 けんどんぶり鉢って言われたことからですねんぶりって言われたですなるほどなんでこの「どんぶり」っていうのがこの「井戸」の井に書いて「天と書いて「どんぶり」になったかというと実はこれ中国語ではですねやっぱ井戸という意味だったんですよもともと。それが「どぶん」という音「どんぶりが似てたためにどんぶり」という字当て字をつけたそうなるほどす。 ということでどんぼりという字はですね音、擬音語ドブンという音からつけたということなんですねなるほどご存知でしたか知らなかった全く知らないです置くときにドンっていいかなって思っていやでもね今それも近いんですよそうですよねタンスもねどんぼりって言われたんです昔だから重たいものなんか物を置くとかどんとかいうのでもなるほどっていうそこからも説があるんじゃないかという一説もあります はい大きいものとか重たいものをどんぶりということも昔江戸初期には言って言われたということでございますはいなかなかすごいですねさ <laughs> すがさすがはい大型アンナさんの受け継いでますね <laughs> アンナさんの後輩としてアンナさんはさすが <laughs> というわけで何か忘れてますよねはい <laughs> はいということで正解をされたのはもちろん石畑さん惜しくも正解できなかったのは 池田さんということで罰ゲームとしてモノマネを披露していただきますが、はい、何のモノマネを披露していただきますでしょうか。じゃあニュージーンズの民治のモノマネでマジですか。嬉しい嬉たまらないこれは。では池田ほのかさんでニュージーンズの民治のモノマネをどうぞ。はい。お前お前かお前お前か。 なるほど、ね、かわいいですね。<laughs> あとはもしかしたら今のモノマネだったらヘリンのモノマネ伊藤さんいけるんじゃない？いけますね。いけますね多分ね今の今の感じでいけます？やっぱやっぱミュージックしたらやっぱヘリンみたいヘリンもやんなきゃいけないですよね。見たいんだね俺がお前お前がでいいですか？いやもうそれお任せしますよはい。それではいきますよ伊集院花さんでニュージーンズのヘリンのモノマネをどうぞ。はい。 ンやっっぱりダンスががちょっと腕のる最高じゃないですか <laughs> いや今日はね、うん、ニュージーンズの2人じゃなくてね石本 <laughs> さんと上 <laughs> 田さんでお送りしてますけどもね。<laughs> はい <laughs> どうですかこれでね、もう感じて意外なところありますよね。うんうん、これからどうですか中華丼とかだ丼物ってありますかというかありますあります<や>中華丼もうもうどもありますよね。はい、その時に、はい、ね丼やる時あこれはどぶんって音だったんだなって <laughs> ねぜひねあの丼といった方は丼、い、ぶものもねいっぱい頼んでいただいて楽しんでいただければと思います。<laughs> はい、というわけでねこ,うこのクイズ感じクイズでね感じに深く理解できましたよね。はいはいそれでは次回の漢字クイズもお楽しみに。 では、ほのかちゃん初出演はいかがでしたか？いや、最初はすごく緊張していたんですけれども、うんうん、やっぱり会ったことある？はなちゃんだったり、昨日来てくださったパイソンさんがそばにいてくださったんで、ちょっとリラックスしてできたかなと思ってます。良<ー>かったです。いやすごいですよ。あのロック。さん ほのかさんわいいってものまねをしたからじゃないですか。あああまたささんの花さんんはノリがいいって言ってますねね明日あげくん食べようって、はい ます嬉しいですね。唐揚げくん熱弁しちゃったのでね。熱弁しましたね。あでも七つき買ったわって人もいますね。わすごい七つき七つきも美味しいですけどね美味しいですよ。ね確かに揚げ鶏も美味しいです。ねこちらのね。あすごいスペインの方からメッセージラブユーすごいラブユーなこうやってね温かいメッセージ。今ね外でも散乱して来ていただいている方もね嬉しいです応援してくれてね。ありがとうございますありがとうございます本当にねこうやってねあすごい TS トークン2人とも笑顔素敵って書いてますあるよ嬉しいありがとうございますはいすごいですよなかなかねこうやってね皆さんの励みになりますからね <laughs> うん、うん、いやねこうやってどうですかあの初出演もありましたけど初進行、はい、石原さんどうでしたか、はい、そうですね、うん、最初の方は結構緊張しちゃったんですけど私も <laughs> うん、うん、でもこうやっていくうちにこう,うん、うん ほののかちゃんの話聞いてて楽しくなっちゃってなんか自然となんか自分のペースでできてたかなっていうのがありますでもまだ頑張ります、ね、おいろいろねまたこれから経験を積んで、はい、お二人でも3年生ですからね大学は3年生ですからこれからいっぱいねジアップスプラートに出ていただいて、はいはい、スキルアップをねいっぱいしていただけると嬉しいなと、はいはい、切に願っております。 ほのかちゃんそろそろお,お別れのお時間ですねはい皆さんこの番組には公式 X があります私たちもポストしています是非フォローしてくださいねアカウントは「g アップスプラウト」「g アットスプラウト」また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています YouTube で「g アップスプラウト」を検索してくださいねここで「g アップスプラウト」からお知らせです 私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm 八四一 @fm- サルース .dot.jp、fm 八四一 @fm- サルース .dot.jp 皆様からのご応募お待ちしておりますおお待ちしておりますよ。ということでね、今ね、えー、こちら、もうすぐ番組終わるんですけども、はい、YouTube ライブで4分間だけですね、おまけコーナーをしますので、はい、まだですね、YouTube ライブで見られている方はです、ね、そのままにしていただいて、えー、こちらの方ですね、はい、ぜひね、そのまま待っていただきください。すごい、えー、岡崎さん、華々しくてほっこり放送でしたということでああ、楽しんでいただいたようですねですあ、ケンジさん、安心して聞きましたよ、<laughs> 花さんということでしたありがとうございます、はい 今夜のお相手は石綿花と、はい、池田ほのかでお送りしましたそれでは皆さんさようなら <laughs> この番組はチャンネル銀河、m t b ネイルミュージアム、他の提供でお送りいたしました